はい、こんにちは。皆様、平山茂と申します。こんにちは。今日はですね、5月17日月曜日でございます。現在時刻は3時48分。ね、皆様、月曜日でございます。本当に今日は1週間で多分一番エネルギーを使う日だと思うんですけれども、勝手に僕が思ってるだけですが、本当に皆様、本日はお疲れ様でした。さあ、私はですね、ロト6を今買いに来ました。まだ買ってないです。まあ、目の前に宝くじ売り場がある状態です。今日はですね、毎週月曜日ロト6やってるんですけれども、まあ今日もね、もちろん極地だけですがロト6を買います。で、いつもの買い方はですね、本当に窓口に行ってその場で思いついた数字をもうただ単にわって書いてやってるんですけども、あまりにも当たらなさすぎるということで、今日はですね、ちょっとある法則じゃないんですけど、ロト6のね、公式ホームページの方からちょっと数字を見つけてですね、ちょっとその数字に当てはめて、もうそれ通りに買っちゃおうかなと思っております。ということでね、買ってきます。さあ、ロト6買ってきました。まあね、ロト6はもう当たっても当たらなくても、まあ、大丈夫っていうことにね、変わりはないんですけど、まあ当たったらね、大丈夫になることが多いなというぐらいで、外れても大丈夫なんですよ。ただね、当てに行きますよと。私は当てに行きます。もうとっとと発表が見たいですか？ちょっと当たる練習でもしようかな。こんな感じで大丈夫ですかね。一等当選おめでとうございますって言いたいね。宇宙から見てる皆さん、私に一等をください。天よ、私に幸運をください。ください、ください。当たるね。それではお待たせいたしました。結果発表です。嘘でしょ。上がらないよ。ふっ。